江戸でワールとは、オランダの指揮者。管弦楽曲とオペラの両面に精通しており、とりわけ、オーケストラビルダーとして結出した能力で知られている。10を超える団体の音楽監督、主席指揮者を歴任し、数々のオーケストラを一流のアンサンブルへと育ててきた。アムステルダムスウェーリンク音楽院で、オーボイトピアノを学び1962年に卒業。翌年、 アムステルダムコンセルトヘボー還元楽団の自席応募奏者に任命される。1964年に23歳でニューヨークのディミトリー・ミトロプロス式コンクールで優勝。賞の副賞としてニューヨークフィルハーモニックでレナード・バーンスタインの助手を1年間経験する。オランダに帰国後、ベルナルト・ハイ・ティンクの元コンセルトヘボー還元楽団の指揮者助手に任命される。 1967年にオランダ管楽合奏団とロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団の2つの団体の指揮者に任命され、1973年から1985年までロッテルダムフィル音楽監督に就任する。1975年にサンフランシスコ交響楽団におけるデビューを果たし、翌年から首席客演指揮者、 1977年から1985年まで音楽監督に就任する。ワールト在任中の1980年にはオーケストラ専用ホールであるデイビースシンフォニーホールが完成し、サンフランシスコオペラ及びバレエとオーメモリアルオペラハウスを共同利用する必要がなくなっため、ワールトはこれに際し新たなメンバー20名を採用している。また、 1978年にはサンフランシスコ音楽院で教鞭をとっていた作曲家ジョン・アダムズをニューミュージック・アドバイザーに採用し、1982年から1985年にかけてはコンポーザーイン・レジデンスのポストを提供してハルモニーレーレの録音を残した。さらにはピエール・モントゥ時代の1947年以来行われていなかったアメリカツアーを実施し、 1980年及び1983年にニューヨーク、シカゴ、ワシントン DC、西海岸を巡った。サンフランシスコを離れる時には聖魂月かと感じるほど同学団に力を注いだ。1986年から1995年までミネソタ管弦楽団主席指揮者を務める。1989年に オランダ放送フィルハーモニー還元楽団主席指揮者に就任。1995年から2004年まで、シドニー公共楽団主席指揮者兼芸術顧問に就任。2004年から2012年まで、香港フィルハーモニー還元楽団音楽監督。2009年より、ミルウォーキー公共楽団音楽監督に就任した。2011年から2016年まで、 ロイヤルフランダースフィルハーモニー、還元楽団主席指揮者を務めた。2016年3月から2019年11月まで、ニュージーランド交響楽団音楽監督。これまでに、ベルリンフィルハーモニー還元楽団や、ライプチヒゲバントハウス還元楽団、フィルハーモニア還元楽団、ロイヤルフィルハーモニー還元楽団、スイスロマンド還元楽団、ボストン交響楽団、 クリーブランド管弦楽団、ロサンジェルスフィルハーモニック、シカゴ公共楽団などの世界各地の主要なオーケストラを指揮している。2002年3月に1999年により就任してきたネーデルラントオペラ主席指揮者の地位を2004年に去ると宣告。辞任の理由として家庭人として幼い二人の子供との時間を大切にしたいとの胸が述べられた。 しかしながら、トロートルー神のインタビューに応じて、ネーデルラントオペラ支配人のピエール・オーディと、ローエン・グリニア、蝶々夫人の理想的な上演をめぐって不和が生じたことに触れ、方向性において人間性や感情を読み違えたと述べた。オーボエ奏者出身ということもあり、リハーサルの休憩時には、オーケストラのオーボエ奏者に、楽器はどこのメーカーのものかと尋ねることもある。 20世紀音楽の熱心な擁護者として、サンフランシスコ時代に、ジョン・アダムズやスティーブ・ライヒラの作品を初演、録音した。オペラ指揮者としても、頻繁に活躍、1971年にサンタフェ・オペラでデビューして、以来、1975年にヒューストングランド・オペラ、1976年にコベント・ガーデン・王立歌劇場、1979年に、 バイロイト音楽祭に出演。1980年には、ニーベルングの指輪四部作をサンフランシスコオペラで上演した。近年は、バスティーユ歌劇場で、バラの騎士を、メトロポリタン歌劇場で、フィガロの結婚を上演したほか、アムステルダムで、フィデリオ、トロイアの人々、ウェルテル、蝶々夫人、カーチャカバノバー、マクロプーロス事件、ピーター・グライムズを制作した。 その他にも最近では、ジュネーブ大劇場でボリス・ゴドゥノフをザルツブルク音楽祭でフィガロの結婚をサンタフェオオペラでベアトリスとベネディクトを上演。シドニーでは1995年より演奏会形式で指輪四部作を指揮し、2000年度シドニーオリンピック芸術祭の一部として上演された神々の黄昏においてこのプロジェクトを頂点へと至らしめた。 サンフランシスコ交響楽団やアムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団、シドニー交響楽団と共演して制作した録音は膨大な数に残る。上記の現代音楽の他に、グリーグやリハルト・シュトラウス、ラフマニノフなどのレパートリーを得意とするが、近年はいわゆるシンフォニック・ワーグナーをシリーズ化し、指輪、トリスタンとイゾルで、 パルジファルの3作の還元楽抜粋版を録音。発表された CD は、コンセプチュアルアート風のジャケットと、相まって、音楽愛好家の目と耳を驚かせた。a B b を50ページ。紙を51ページ。紙を52ページ。紙を53ページ。紙を54ページ。MSO 公式発表、n g ー、SO、素公式発表、133ページ。 ありがとうございます。